こんにちは、土の子です。星の旅 Wii 続きやっていきましょう。さあ、天かける船ローアをいよいよ完成させる時が来ました。こちらですね、レベル5夏ヌンの最後やっていきましょう。一番上行ってみましょう。誰だこれ。んー、歩調。おお、上に登る登る登って登って、わ、誰で行く、どうする。パッタウィップか、ウィングいいね。パタ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 、かわいい。オイラインディアン、インディアン嘘つかない、あるよ。あれ、ゴールゲームじゃんこれ。ゴールゲームの音だけど、なんだ、もしかして誰も戦わずに済むのかな。あ、あった、いや、あった、誰もいなかったわ。え、え、何、僕パーツゲットしたのに。あ、わあ、きしゃー、グランドローパー、ちょっと見てみよう。本当だ、書いてあるスペシャルページ。スピアを持つ次元を超えるエネルギーに引き寄せられてポップスターにやってきた無数のスピアローパーたち、その親玉が登場だ。よし、ウィングで行くぜ。空中回転シャトルループ、羽ばたけ戦い空の王者、翼でフライト気分爽快、羽を広げてご機嫌かい。どういうこと。ご機嫌かい、コンドル頭突き、いいですね。よし、コンボダイブ、なかなか難しいな、爆撃落下。おお、しざ、すげえ、弾まで移動できる。わ、なになになに、おお、ビビる。ほらほら、よし、無敵だぜ。ほらほら来いや、うい、ほらほらほら。余裕だぜ、なんかウィングめっちゃ相性いいんだけど。ほら、こっちは無敵ですから。余裕余裕、いい、まだノーダメですが、いいのかな。ほらほらほら、あ、やべ、痛い痛い、ちょっと待って、おいほい、おお、すごい、やるじゃん、かっこいいな、かっか、あ、やべやべ、ちょっとね、食われた。やるじゃねえか、あれ、ちょ待って、あんだけなんか良さそうだったのに。いや、でも相手も、どうだ、何これ、何これ、どうなった、あ、待って、これはまさかウルトラソーだ、ほら、空間を切り裂け、ちょ、むずい、こうか、よし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 、ほら、切り裂け、
おらすごい球がトントン来いやどうやどうやこんやろ切り裂けどうだトントン超級武神破産やったのか。あ、やった。タイ。すごい。まさかスペシャルコピー能力でクリアできるとは。すごい。初めてこの格好でクリアできたの。やったぜ。これでマホローの船も完成するぞ投げたぞ大丈夫か最後のパーツをゲットしてマホロアの船ロアは全てのパーツを揃えて完成したさあこれから宇宙の旅がもしかしたら始まるのかもしれないぞででーんすごい旅連れてってくれるって言ったもんねおいマハロわお旅やったよついに僕の船が元の姿に戻ったよオールニューウィング2つエンブレムにマスターうん完璧ふぅこの時をどれだけ待ち望んだことか君には本当に本当に感謝するよじゃあ約束通り僕の故郷ハルカンドラに招待するよハルカンドラはこの世界とは違う別の世界にあるんだすっごく遠くにあるけどこの船ロアならあっという間のひとっ飛びだよよしそうと決まれば善は急げだね早速ハルカンドラに向けて出発僕にも友達ができたんだいい見ててこれをこうしてっと出発だ目的はハルカンドラあっという間に着くから見ててねはいどうすごいだろう僕の船すごい本当に一瞬で行っちゃったおお連れてってくれたわーすごいハルカンドラ春風吹いてますかあらなんか見たことあるぞこの子たちなんか大丈夫おい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 ちょ待てちょ待て歓迎されてねおいおいおいなんかとんでもないのがいたんですけれどもあれおかしいなあどうなっちゃった攻撃を受けてやっぱり墜落こいつは一体何なんだよ正体不明だどうしようあせっかく直したのにカービィごめんね大丈夫だよパパうん環境破壊ぞいん大丈夫この3人ちょっとあの一人プレイ寂しい一人プレイだから全然出てきてないけどあいつがて悪いやつなんだなんだカービィまたあいつにやられちゃったよあのドラゴンの名はランディアこの星に昔からいてずっと眠っていたんだけど最近になって急に目覚めた暴れん坊なんだお願い今度はあのドラゴンをやっつけちゃってよこれが最後のお願いだよ頼んだよ今度こそ最後かもまたなんか新しいこと言うかなせっかく船も直ったっていうのにまさかこんなことになっちゃうなんて途方だよカービィがこれまでに集めてくれたエナジースフィアは84個
船のパーツは全部揃ってるよ。僕もこの船でランディアの住む山に行ったことがあるんだけど、あいついきなり攻撃してくるし超怖いし、おまけにその時も船を壊されちゃってもうゴリゴリだよ。けど君ならきっと大丈夫。ハルカンドラのためにも僕のためにも早くあいつをやっつけてね。わかった、待っててね。マホロアのために頑張るぞ。あ、間違えた間違えて入っちゃった。よし行こう、ハルカンドラへ。わお、レベル6エッガーエンジンズ、行ってみましょう。すごっ、なんか機械の街って感じ。はい、行くよ。よし、じゃあステージ1やってみましょうか。難易度高いかな。なんか大丈夫、全然カービィたちの世界と違う。なんか変な子たちがいっぱい。なんか大丈夫、バーンってやられない、これやられるよねやっぱり。おお、すごいすごい、これ早く行け、急げ。なんか見てる、ほいほい。待って、ファイヤーが必要でした。ファイヤーがあると何ができる。ファイヤーあると、あ、やべ、ここから飛べる。ファイヤーがないな。コピー能力ゼロなんですけど、コピー能力がありません。どうしたらいいですか。コピー能力を僕にください。あ、ようやくコピー、え、スリープじゃん、ちょっと騙された。あ、起きろ。ようやくコピー能力が来たと思ったら、あ、これウォーターじゃない。ウォーターはゲット。よし、やばいやばいやばい、危ない、これワナスリープがあるんだけど。危ない危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょ、スリープは欲しい。あー、行っちゃった。ファイヤーを取ってこなきゃダメっていう感じか。はいはいはい、なるほどね。はい、どんどん。パクチュキマジよー。うーん、はい、こういって、はいはいはい、こういって、これは逆にこうでしょ。ですよね、わかります。これはどうしたらいいんだろう。はいはいはい、こういうこと。イエーイ。え、1個目じゃん。あれ、ファイヤーが必要なとこは別にここじゃな、関係なかったのかな。ほい、いっちゃえー。だ、危な。よし、スパーク取れたよ。さあ2個目、2個目いけるかな。底のけ底のけ、これやばい。下は関係なしだよね。そこにあるけど、ふむ、これは一体どうしたらいいんだ。これは一体どうしたら。いやー、なんか難しいですね、ステージが。どこ見ていいのやら。さあよーく見ろ、上も。
に何かない？大丈夫？下に何かない？あった。これはワンナップしかなかったですね。あ、ここでこういうことかね。こここういうことか。これでいけるって。うわっ、しょぶな。ワンナップしかないんだよね、やっぱり。スピアはなし。マキシムトマトはそこにある。これはできんな。取ってみる？なんもないね。さあ、これはなんだ？なんか爆弾。あ、上に導火線があるから。おお、びっくりした。ほい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 。ドラゴストーム燃やすぜ。あ、ここが燃えるんか。導火線に着火するとどうなる、うん、こういうのが出るだけか。新しくしよう。新しくしてちょっと安心感を。気にせずに。じゃあスピアローバーがいる感じかな、いつも通りのだったら。あぶねえ。はい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 、いいぞ。おい、わしまくるぜ。はいよ、チャッカマン。うわ、めんどくさこれ。よし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 。いけい、全部壊すぞ。あーあー、オッケー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 。どうだ、ここでも異空間の扉はさ、ここ異空間だから出ないとかないかな。危なっ。はいよー、どうだ。お、来た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 、扉出たわ。行くぞ。さあ、危な。危な、怖怖い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 。ちょ待って、痛い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 。むずい、死んだ。押しつぶされて死んだ。星の海につぶされた。ああ、よかったよかった、うまいこと言った。やばいやばいやばい、急げ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 、怖っ。さて、どっちで行こう。ニンニン忍者カービィ、さっそうと参上。来たぞ。まだいたんだね。やべ、やっちゃった。ちょっと待って、集中するぞ。
やられちゃった。くそ。ふう、今度はじゃあボムでいきますか。あれでれれ、ちょっと待っておくんなせい。ほらほらほら、爆弾魔になるぜ。ほら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 、花火浜やー。ちょっと待って、やばいやばい、はい、やりました。ふう、楽な位置コンプリート。あー、よかった。マキシムトマトもゲットして、なんとかクリアできました。よっしゃ、ゴールゲーム。はい、いけー。いつも2番なんだから。もうタイ、よし、なんとかクリアできましたね。はい、ということで、なんか新しい場所に来てしまいましたね。せっかくなんか完成したのにどうなっちゃったっと。それよりもさ、マホロアってすごいとこに住んでたんだね。ちょっと、もっとね、探索してみたいと思います。次回はエッガーエンジンズのステージ2からやっていきたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それでは、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録またの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。